強くなりよる、むしろ赤ちゃんみたいになってる。できた。久々のギリア、やっぱいいですね。以上9品が今回新たに購入したものになります。なんだろう、タコの酢物とかかな。何、あなたあれじゃないの、美肌加工ついてんじゃないの。こんにちは、ファンライフです。今回は福岡県粕屋郡の方に高規格で夜景も綺麗に見えるキャンプ場があるということなので、そちらの方へ向かいたいと思います。ですがあいにくの雨です。夜景見えるのでしょうか。そして久しぶりのギリアを使ってキャンプをしていこうと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。それではレッツゴー。まあ、ダメよ。やだ。超楽しみにしとったのにね。まあ行きましょう。はい。やっぱり雨やまんね。やまんね。やんでほしいけどね。ね、せめて立てるときね、やんでほしいけど。やまない。強くなりよる、むしろ。ガチ雨やんこれ。しかも景色いいとこ行くのに、なんで雨なんだ。やっと予約が取れたのに、やむ気配ないなこれ。そして霧、霧、え、霧出てきよない。霧よね。え、野焼き。あ、焼きよった。霧かと思って焦ったね。お、ここを登っていったらキャンプ場着くかな。あと2分後か。あ、あった看板。どっちかな。お邪魔します。まずこちらをご確認ください。キャンプ場着きました。今回は福岡県粕屋郡にあるこちら海の森キャンプ場です。いいとこやね。木に囲まれてますね。何ですか、何か言いたいことが。雨がすごいですね。この間よりすごいです。しかもなんかそんな雨降ってないよ。多分降っとる。え、ほら何この水たまり。あ、でもすごい開けてるね。綺麗やね、うん、水たまり。どこにありますかそんなの。ほら水たまり。サイトはこういうとこにちょこちょこあるかな。あ、少しある感じ。やべえな、できる。これはまた楽しめるのかな。どうなんだろうね、ここの緊急のね、雨宿り場所が。でも可愛いよ。なんかここでさっきパパ待っとったけど、トトロの気分やった。トトロの気分。あ、バス待ち。そう、メイちゃんの気分やった。まず早速購入品があります。今回の秘密兵器ですね、こちらワークマンのレインスーツです。今までね、ポンチョ型買いよってえらい雨の日やりにくかったけど、この上下に分かれたものなら立てやすいんじゃないかなと思って買ってきました。で、耐水圧が1万、値段がいろいろあったもんね。2900円、3900円、4900円で、うん、それぞれこの耐水圧が高くなっていくんかな。とりあえずテントの設営撤収の時ぐらいやけん、どうなんだろう、1万ぐらいあれば足りるんかな。着てみる。今日のママのユニフォームやこれ。じゃん。自分がこれ買うって言ったけんでも。そうよ、俺は白の方が似合うんじゃないって言ったら、うん、え、なんかヨグリでヨグリで。そうだって白カビ生えたらカッパはわかるけんさと思って。そしたら今度カラスとか言い出すけど、超わがままマジ意味不。なんかでもカッパの生地っていうよりしっかりしてるペラペラの生地じゃない。サイズが L サイズ、大きめ買ったもんね。そう、冬でも着込めるように L にした。着れました。ああいいじゃんいいじゃん、間違いないね。そんなおかしくないね。あ、本当？もう帽子までかぶったら、ああほら赤ちゃんみたいになってる。できた。できた、うん、あ、もうこれでいけるやん。これです。うん、平気。平気濡れ。うん、あ、いいね、いいじゃんいいじゃん。平気だ。着心地はいいですか、袖とか。袖もゴムが入っとんけん全然平気かも。今までこっから入ってきよったんよ。でも大丈夫そう。これならテント設営もしやすそう。まず受付していきたいと思います。入り口にある QR コードを読み取るみたいです。で、ご到着後の流れっていうのが出てきた。で、受付の流れを確認したら次は料金の支払いになります。はい、まずじゃあ行ってみましょう。え、ポストかわいいね。ここに封筒あるけん、ご予約者の名前とチェックイン日とサイトの場所、
これにちょうどのお金を入れてお釣りがないようにします。今日が平日なんでサイト使用料1泊3500円と設備使用料大人2人が1人300円で600円なんで4100円を入れます。こんだけ高規格で4100円ってなかなかいいんじゃないですかね、ここのポストに入れます。これで受付終了です。なかった時はここにかけたらいいよね。基本的には管理人さんが不在のキャンプ場ってだから、ね、人と会わんでチェックインできるっていう。静かに本当に過ごしたい人とかね。はい、簡単にキャンプ場を紹介をしていきたいと思います。こちらに見えるのがまず A サイトです。 A サイトにはなんとブランコがついてます。あ、大人でも楽しめるかも。あ、本当や、楽しそう。ハイジになった気分じゃない？だいぶ老けたハイジ。ここのキャンプ場が焚き火台シートを引いてからの焚き火になります。で、これ、あ、薪割り台とかある、すごいね。全サイトついてるんかな、芝生を大事にしとんのやね。電源がついてます。2000ワットまで使えます。結構容量あるよね、だいたい1000ワットまでとか多いよね。カーペットとかも使えるよね。で、全サイトに電源はついてるみたいです。 A サイトの隣に B サイトがあります。 B サイトにも同じようにブランコがあります。火にかけとんブランコとかすごいね、やっぱ。あとこっちが C サイトです。 C も広いね。大体同じぐらいかな、ちょっと違うぐらいかな。もう車を止める場所とサイトのが分かれてるって分かりやすいですね、そうね。でこれ が D サイト、ここが E サイトで、今回私たちが泊まる F サイトです。ここがどうですか、ママ、すごい、おお、いいね。なんかちょっとした阿蘇みたいな感じじゃない、すごい、のどかやん。明日には畑があるの、ね、あ、ほんとやん、すごいね。ここがね、人気でね、1ヶ月以上前に予約したもんね、やっと取れましたね。ほら、人気なはずやね、 F サイトは。わあ、すげえ。川が流れようのかな、川の音がする、ちょっと。この街中の夜景がね、夜楽しみじゃない？いいじゃないの。ここが G サイトになります。 G サイト結構広いね、2サイト分ぐらいあるね。とかちょっとぐるっとかかな。次は M サイトの方に行きたいと思います。 M サイトは車が乗り入れできないんで、ここに車を止めて行きます、うん、M2 こっちかな、ここからかな。すげえ森の中。おー、行ってみましょう。近いね。あ、近い近い。あ、これが、あ、M1。 え、 M1 広くない？広い。電源もね、こうちょっと離れたサイトなのについてるしね。すごいね、だいたいこういうサイトって電源ないよね。鳥のさえずりも聞こえる。ああ、で、こっからやったら夜景が、あ、見える。木に囲まれてマイナスイオンがすごい。夏場とかこれいいんじゃない？かなり火を遮られそう。涼しそうかも。いいね。いい。で、M2 はこっちの下の方に下っていきます。こっちも近いんかな。ね、なんか冒険しようみたい。うわ、ソロとか絶対良さそう。なんか本当静かに過ごせそうね。うわ、やばい、結構広いね。広いし、なんてプライベート感半端ないし、景色見える。夜景がこれやばいんじゃない？独り占めみたいな。街中がちょっと近いね、あ、ここも夏場良さそう。で、ここの M2 もね、電源があって、前サイトほんとついとんね。この下から見ても、この上に見えるのがトイレとか水道だよね、そんな距離ないやろ。荷物を運ぶのが苦にならん人やったら大丈夫よね、で、以上 Q サイトのちょっとコンパクトなキャンプ場やね。で、ここのキャンプ場にはまさかのピザ窯があります。これも無料で使えるんだって。上の段で燃やしてねって書いて。美味しいやん、絶対。道具もちゃんとあるやん、ね、いろいろ揃っとる。こういう、で、ここがトイレとか炊事場がある場所になります。めっちゃかっこいいよね。おしゃれな、ね、ガレージみたいな、炊事場があって、なんとなんとお湯と水が出ます。浄水もある。浄水飲めるんかな。本当よね。ハンドソープと台所用洗剤もあって、そしてめっちゃ綺麗ね。これが4つありますね。え、手洗いかわいい。え、おしゃれ。こっちに男子トイレと女子トイレがあります。土足禁止です。はい、まず鏡がかわいい。トイレのマークもかわいい。トイレは洋式です。綺麗、おしゃれ。え、シャワーのマークもかわいい。え、綺麗シャワー。あ、こんな感じ。わ、おしゃれ。シャ
ワーはお一人様10分まで。あと扇風機もあります。ドライヤーはないんかな。コンセントはあるんでドライヤー使えそうです。トイレ2個あります。女子トイレ。こっちがテラスになって夜景が見える場所になってます。めっちゃいいね。でも飲食は禁止って書いとったね。めっちゃいいじゃん。でここの三角のとこも共有スペースって、まあ、ちょっとエキサイトの人おったら気使うかもしれんけど、いいですね。うん、はい、キャンプ場紹介は以上になります。ではキャンプしていきましょう。今日はサバティカルギリアを立てていきたいと思います。久しぶりですね、はい、うん、1年ぶりぐらいじゃない。また雨降りだしたけどちょっと急ごうか。2人用のインナーテントと本体ですね。よし、よいしょ、よいしょ、広げよう。とりあえずこれでポール入れていこうか。はい、いいね。ここね、砂利があるけんこの上でもできる。ええー、じゃん、ええー、じゃん。久々やね。頑張れ、頑張れ、ママちゃん。こっち行こう。重たくなった。久々すぎてギリアをずっと使いたかったん。私はギリアに会いたかったんだ。でも自分たち次第よね。まあね。でもここ景色いいけん、ここでギリアを使ってみたかったよね、うん、ねえ、今日暖かいし、うん、ちょうどいいんじゃない。ギリアよかった、ほんと撮影の時ね、晴れとって。いや、もうさ、土砂降りの中設営かと思いながら覚悟したけどさ、やっぱり晴れてくれたら嬉しいよね。嬉しい、嬉しいよ。ああ、危ない。じゃん。こっちから入れていい？入れていいよ。まあ、これが久しぶりやけんね、入るかな。あー、なんか砂が入っちゃう。はい、OK、そっちいいよ。ぐわっと上げて、もう行こう。こんぐらいかな、入らん。はい、入りました。 OK、 ちょっと砂が入っ、やろう、ね、いかんね。はい、真ん中。はいはい、熱くなってきた。いや、わかる。めっちゃ汗かいてきた。あ、めっちゃ砂入っとる。あららら、あ、やばい。どうしたらいい。あんま用ないんか。出したいけど。あ、こっちも入っとる、ね、これで振ったら出た。よし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 、これかな。はい、はい、オッケー、オッケー。あと一箇所。テント立てました。久々のギリア、やっぱいいですね。いや、テンション上がるわ。やっぱギリア好きってなる。どんだけこの子を放置しとったん。ギリアさんに謝ってください。ごめんなさい。こんな感じですね。かっこいいね、シルエット。いいね、この佇まい。かっこいいよ、あなた。今日は楽しみですね、このギリアさん。めっちゃいいよ。わあ、いいですね、うん、この山と町が一緒に見れるっていうのがまたいいかもしれん。このまま晴れてくれたら最高なんやけどね。うん、でもちょっと曇ってきたね。じゃあ雨もね、降ったらダメなんでレイアウトしていきましょう。急ごう。設営じゃなかった、レイア、はい、レイアウトまで終わりました。今日はこんな感じです。で、まずこちらの方に焚き火コーナー作りました。いいですね、こっからほら見える景色が。じゃあ夜めっちゃ楽しみじゃない。入り口にはコンペイトーさん、中にどうぞ。端っこにコンテナ類を置いてます。真ん中にテーブル、後ろに木の棚を置いきました。こんな感じで、え、超最高なんだけど。一時はどうなるかと思ったけどね。来る前さ、天気予報見たらさ、結構雨予報やってん、ずっと、うん、それがもうさ、晴れ予報に変わったけん。よかったよかった、めっちゃ嬉しい。最高じゃん。お腹すいたままね。お腹すいたね、食べよっか。今日は最強の昼ご飯やけんね。そうやん、超楽しみしとった。ここからは新たに購入した商品の紹介です。まずはこの間失ったものを購入しました。詳しくはこちらの動画を見てください。まずはこちらですね、 Amazon で購入しました。いきますよ。じゃじゃん、スモアの耐熱グローブです。じゃあ開けてみるよ。で、これ色がブロック、あ、これ色がブラックで、スモアさんってなんか可愛いイメージやけど、うん、かっこいい感じになったよね。スモアのタグがついてて、あとここにスモアのビスケットのマークがついてます。ちょっとつけてみるね。で、つけてみると皮も柔らかくて使いやすそう。あ、動かしやすい。うん、柔らかい。まあこれもともと2000円台やったんやけど、うん、なんかセールで1000円台になっとって、あ、いいんじゃないかなと思って。
めっちゃお得に買えたね。でも我が家の使い方としては、テント内で熱くなった調理器具とかケトルを持つために料理のミトン感覚で買ったもんね。だから若干耐熱性は焚き火で使えるグローブには劣るとは口コミで書いてあったもんね。だけど焚き火で使うのはちょっと注意がいるってことよね。そうね、まあバトニングとかぐらいやったらいいかもしれんけどね。いいね、でも1000円台でグローブ買えたら。かわいいしね。しかもスモアさんやし。1つ目は以上です。2点目はこちら、じゃん、バーナーシートです。これもね、この間のキャンプでね、なくなったものよね。開けてみます。おい、あ、ちっちゃいちっちゃかった。あら、ちょっとちっちゃいね。正方形やったね。で、表がアルミ加工になっとって、裏がこう火に強い感じの生地かな。で、前はあのユニフレームのやつ使いよったけど、もうこれが約半額ぐらいであったけん、もう安いのでいいよねと思ってこっちを買ったもんね。もう消耗品やしね。で、我が家が持ってるスノーピークのホーム&バーナーはコンロのところが熱くなるけん、これを購入しました。はい、ここからは100均で購入したものになります。まずはこちら、薬味入れです。で、これダイソーパトロールしよん時に偶然見つけたよね。で、結構我が家スパイス使うことが多くて、うん、シェラカップに胡椒とかなんか塩とか分けて入れよったよね。で、それがこれね、3つに分かれて1個で済むならいいやんって感じでね、これ見た時興奮しとったよね、パパ。あ、我が家にはちょうどいい使い方できるなと思ってね。ちなみにこれ2つバージョンもあったよね。でも大は小兼ねるかなってことで、この3つパターンにしました。ちなみに値段は200円でした。はい、続いてはこちら、蓄光ストッパーです。これなんかガイロープにつけたりして夜に光るものになるみたいです。結構ね、入り口とかでね、つまずくこと多くてね。電池式ライトとかも考えたけど、うん、これやったら昼間太陽光をためとって、うん、夜光ってくれるけん、ちょうど使いやすいかなと思ってね、うん、これで引っかからないでしょう。続いてはこちら、茶こしです。茶こしなんかね、キャンプで緑茶飲みたくて、これやったらコップにこうかけてお茶っぱ入れて飲めるけん、よくないって言ってね。スタンレーの中に入れとってもそんな邪魔にはならんかなと思ってね。色もブラックでシンプルな作りでいいよね。おやつで和菓子とか多いけんね。うん、続いてはこちら、折りたたみの椅子です。開けてみる、とりあえず。これめっちゃ俺が欲しかったんよ結構前からパパこれ言わなかった。そう、もうキャンプ始めたぐらいから言った気がする。前お店に電話しても置いてませんとか結構電話で言われて、うん、ああないんかなと思ったもん、うん。でこれね、開いて、うん、ここをグーッと、結構力がねよっしゃ、開けた。こんな感じで、うん、ちっちゃい椅子、うん、になってます。で、これね、どうやって使うかっていうと、こうでしょ。そうです、そうです。コンテナとかをこういう感じでね。そう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 、これやったら軽くない、うん、めっちゃ軽い。あのフィールドラックを使うまでもない時といいかなと思って、布のところを切ってから使ったりとかしてるみたいでね。で、これちなみに660円の商品になってます。ここからはクロスオレンジさんのリニューオープンで、あ、クロスオレンジさんのリニューアルオープンで購入したものになります。まずはじゃん、鶴味噌醸造さんの味噌チューブです。醸造、あ、鶴味噌醸、醸造破りですかはい、鶴味噌醸、もういいね、なんで鶴味噌さんのスモー味噌です。来たね、逃げた。これは前我が家でもスモー味噌紹介したと思うんですけど、うん、それの激辛バージョンになってます。今回のキャンプでも後で使ってみようと思ってるので、感想は後ほどお伝えします。続いてはこちら、鶴味噌道、鶴味噌道場さんの味噌チューブです。じゃあ俺入れとくね。正しくは醸造です。もう米で入れて、はい、はい。で、これがいいなと思ったのが、お湯を注ぐだけで簡単に味噌汁ができるというところです。今まで味噌汁作るのに味噌とかだしとか入れて作りよったのが、これ一本で終わるっていうのはいいよね。めっちゃ時短になる、キャンプにはもってこいの品ですね。で、これも今回のキャンプで使ってみようと思ってますので、後で感想をお伝えします。はい、最後はこちらです。で、これはアウトドアモンスターとウッズさんとクロスオレンジさんのコラボの商品になってます。なんか限定感あっていいよね。売り切れたら、もしかしたら再販がないかもしれないって聞いたら、やっぱ買っちゃうよね。弱いよね、やっぱそういう限定ね。ほんとね、クロスオレンジさん行った時ね、本当は欲しいのもっとあったんよ。まあ迷ったもんね、あれも欲しい、これも欲しいってね。めっちゃ我慢した。ここは沼だすいませんね、うちが富豪やったら何でも買ってあげれるんですが。はい、
我慢しましょう。以上9品が今回新たに購入したものになります。必要なもの以外買ってないと私は思うんですが、なかなかいい買い物なんじゃないですか。ですよね。これを使ってキャンプを快適にしていきましょう。以上購入品でした。お昼兼おやつを食べていきたいと思います。まずはね、タコを切ります。何ができるかはお楽しみに。お腹すいた。お腹減ったね。よいしょ。うわ、でかいね、タコ。わあ、美味しそうよ、タコ。なんだろう、タコの酢物とかかな。まあまあ好きやろ。好き、酢の物とかは好き。タコとキュウリとか、サイドメニューか、じゃあ。なんでしょう。でもママ、うん、俺生ダコ食べたらジンマシンができるけん食べれんちゃけど。あ、じゃあ私が食べようか。ちょっとキャンプ場でジンマシン勘弁なんやけど、焼いたら大丈夫なんよ。美味しいのにね、タコね。だけどお寿司屋さんとかでもめっちゃ食べたいんやけど食べれないっていう。でパパのタコは私がもらいやる、いつもね。じゃあこれなんなの、ママがただ食べるやつを俺は見よるの。そう、ただ私が食べるタコ。次はカニカマをちぎります。タコとカニカマ、なんやろ。なんでしょう。あ、もう手でいっちゃう系ね。あ、うん、大丈夫ママ、手洗った。洗ってる。洗ってません。洗ってます、ちゃんと。結構そういうの几帳面やけど俺。そういう共有も夫婦でしょ。そういう共有は強制はちょっとハラスメントですよ。何ハラ。夫婦ハラスメント。夫ハラ。夫ハラ。大丈夫よ、だってほらもう家ではどうやって調理されるのかわからんやろ。大体包丁とかで綺麗に切らんのかな。さっきさ拭いちゃったから。何を。まな板と。ああ、そういうことね。あ、まあキャンプなんでね。そうそう。え、カニカマちょっと食べる。お腹減ったろ。もうそんなんダメよ。おいや。ま、カニカマが締める。じゃあカニカマはこれで準備 OK。 これで準備 OK です。じゃあ材料の紹介をしたいと思います。こちら、チーズ、天かす、青のり、かつお節、キムチ、キャベツ、カニカマ、タコ、紅生姜です。これで何が出来上がるんでしょうか。まあ大体想像するかな。そうですよね。それはこちら、たこ焼きです。たこ、なんこれイラスト。あ、書いてきたと。そう、ファンライフたこ焼き。どっちがママかわからなくなるよ。こっちかこっちか。その YouTube で結構みんなたこ焼きしようって、ね、食べたくなったもんね。そう、めっちゃたこ焼きしたくなったよね。なんでたこ焼きします。今回たこ焼きを焼く道具はこちら、タイガーホットプレートです。まさかのホットプレート。ガチホットプレート思ってた。これかなり古いよね。これだってね、こっち見て、2011年かな。うん、やけん13年前。めっちゃ使い込んどるよね。めっちゃお世話になったよね。でもこのたこ焼きしようと思ったらこれぐらいしかなくてね。でもいいもんね、これね。たこ焼きがね、めっちゃいっぱい焼けるもんね。30個焼ける1回で。でしかも今日は電源サイトやけん、ちょっと一瞬迷ったけどね、これ持っていくの、うん、これでたこ焼きをしていきたいと思います。お腹もめっちゃすいた。あ、油。 あれ持ってきてないか。こうこれで。これでどうやってする。こうやって。熱くない、大丈夫。うん、大丈夫。持ってくれよかったね、くるくる赤の。あ、ないよもう。あ、捨てたん。うん、捨てたよ。あ、そうな。うん、いきますよ。おお、わ、いい音しますね。わあ、これで大体何個分ぐらいって言ったっけ。40個って書いとったけど。少ないね。もう一瞬で食べちゃうね。ちょっと作り方忘れたの。任せなさい。結構タプタプいく。あ、これじゃあ1回で終わるかも。1リットルのペットボトルに入れてきたのが30個で終わった。まずキャベツをたっぷりが美味しいよね。忙しいな。タコー。あ、まず間違いないのは何やったっけ。紅生姜かな。紅生姜と天かす。天かす、うん、天かすは全部いいんかな。全部いいね。タコ贅沢使いいけるかも。もう入れていい。いいよ。もう天かすめっちゃ余るやんこれね。入れすぎ。楽しいなこれ、なんか好み焼きみたい。これ紅生姜全部入れる。半分かな。結構入れたけん境目がわからんくなったね。タコも入れても入れても。大バラッと、大バラッと。OK。贅沢贅沢タコ。で変わり種はどこ？変わり種この辺。カニカマ美味しいんだろうか。いっぱいあるね。あ、でもカニカマそのまま食べても美味しいけんさ、夜そのままマヨネーズ食べる？ああ、それでもいいね。うん。じゃあ私はキムチ。これ丸丸とこれ。わからんけど、まあ大丈夫やろ。たこ焼きは時間が勝負やないと。焦げたぐらいが美味しいから。もう結構固まってきよる。あ、じゃあキムチとチーズ。じゃあ俺チーズ。めっちゃ楽しいね。ねえ。パーティーやパーティー。タコパタコパ。パティパティ。パティパティ。どんぐらいチーズ。たっぷり。いいんじゃない、そんぐらいで。じゃあここがキムチーズ。うん、ここがカニカマゾーン。ここがベーシック。うん。動かしたらダメだよ。はい。OK。
ひっくり返すよ、うん、おー、あ、もうちょっといいかも、焦げて。あ、そうね、ほら、白い、ツルツル。あ、ほんとだ。パパもひっくり返す。あ、2本、はいはい。あ、俺2本。2本ですと1本でできるよ。1本、うん、1本でできるよ、ほら、普通にひっくり返るけ。え、そうなの、前2本でしょやったっけ。いや、1本でしょったよ。あ、ほんと、うん、久々すぎて忘れた。え、俺2本でこう、くるくるしちゃったような気がする。ほら、だんだん早いのお見せしよう。そう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 俺は早いぞって。いや、こうやって確か半分焼くんよね、まず。そうそう、パパが昔さ、美味しい焼き方調べてさ、確かそんなあったよね、うん、え、みんなしてるんかな、わからん。でも大阪の人はたこ焼きに厳しいかもよ。そうよね、すいません、自己流なんで。まずそもそも入れすぎてからダメですよって言われるかもしれない。え、キムチ美味しそうなんだけど。いいわいいわ、めっちゃ腫れてきた。やばい、早く食べたい。いいですな、ほら、いいですよ。ママ中入れおる。うん、入れおる。絶対入れてないやろ。入れおるよこっち回してなくない？え、これ回したい、私ここ。ほんと？うん、ちょっと間のを入れていってくれんかな。私は丸く作るのが。あ、もう回しんの？回した、ダメ。いや、わかんない、もうお腹減りすぎてやばいの。いやいやいや、ちゃんと焼いたがいいんじゃないの。ここで手を抜いたら美味しいたこ焼きが食べれん、うん、あ、納豆とか美味しそうじゃない、ひきわり納豆。おお、納豆と何、納豆だけ、納豆チーズ。いや、俺納豆だけでいいかもしれない。そもそもひきわり納豆が俺好きやけん、ちょっとそれが食べたいかも。もし納豆食べたことある方教えてください。でも美味しいんじゃない、お好み焼きとかもんじゃとかも納豆あんじゃん。ひきわりの方がね、納豆栄養あるらしいよ。まあ、そうなん、うん、回してないやん、まあまあ、もうこっちパパ担当やもん。いや、ここと。あ、そういう分け方しそう。私こういう分け方しそうだ。こっちからこっち、こっちからこっち。違うよ、俺こっちも一緒だよ。ここら辺ゾーンぐらいだ。はい。遠いもんだって。もういいんじゃない、結構ね。ハエも寄ってきた場合も。あ、そう、ハエ出てきた。てきてきよるよ、ほら。美味しそう。もうハエ食べたい。匂いは紅生姜の匂いがするね。いいわ、ふっくら太っちょよ、太っちょ。だっていっぱいだもん。一応丸まってはきた。ここでさ、銀だことか追い油するんかな。カリカリカリって、そしたらなるんじゃない。いい感じでしょうか、ママさん。いい感じじゃない、ほら、くるくる丸まってきたね。ダメかな、まだ。え、もう食べる。結構美味しそうだよ。本当よ、もうお昼ご飯のつもりがもう4時半ですよ、ママ。なんでこんな遅なったかな、わからんね。ここに何もしてなかったような気もするんだけど。いや、してない、してない。あ、あれよ、購入品紹介で時間かかった。あ、そうやん。結構ね。品数あったもんね。で、ママがもう噛みまくったけど、なかなか進まんでね。よし、食べません、なんか食べれそうなの。食べましょう、食べましょう。じゃあ普通のかいこうか。ソースとマヨネーズとたっぷりね。カツ。ブシブシブシ、お腹か、おー、風で飛ばされる、うん、いただきます。今日の一食目。うひと口大丈夫あなた。いや、熱いやろそら。もうびっくりした俺。いや、そらちょっとアホすぎるやろ。じゃあ大丈夫、知らんかっぽにあれだ。ほら、だけん言ったやん。何しよんの、ちょっと出したら、出したら、もう知らんかっぽあるよ。え、なんて、いや、ちょっとごめんなさい。いや、マジでマジで、もう大人でしょあなた。危険。いや、だけん言ったやん、一口でいかんよ、そんな。マジ危険。たこ焼き怖え。ダメだよ、一口は。いや、これは一口でいけるやろ。振りじゃなくダメだよ。もう染みるよね。うん、もう熱くなかった。あ、本当？ごめんなさいね、そっちを期待しとった。あれしよ、ポン酢大根おろし。ポン酢とこれね、大根おろし、さっぱりとね。いいじゃん、早速使えるやんこれ ね。じゃあここ大根おろしゾーンね。それとこのスモー味噌の激辛バージョン。辛いんかな、やっぱね。どうやろう。あ、うわうわうわ、大丈夫。めっちゃ出た。ちょっと舐めてみたら。辛っ。あ、後から来る、めっちゃ。ほんと辛い。そう、来るから。
あ、でも、うん、あ結構来るね。結構後から来るよね。最初、あ、普通、ってね。一蘭の2辛ぐらい。もっと辛いんかな、これ。ハバネロって言ったもん。あとはもう一個待って。もう一個何する？スパイス？うん、パパが好きそうな。あ、シソするじゃん。うん。シソニンニクやってみましょうか、うん。食べ比べできるじゃん。あ、食べて食べていいよ、もう。また熱いってなるもん。ちっちゃな。そんなか戻しよんや。あ、一人一個やっぱあっていいね。うん。さっぱり。さっぱり系？うん。うん、美味しい。よう一口出たね。うん。もう怖くて一口でいいら。鶴味噌さん行ってみようかな。大丈夫？ギギから。ちょこっと気持ちの。辛っ。うわ、それ危険。どう？危ないよ。いや、危険危険。うん、うん、あ、あ、言ったやん、危険って。あ、のどピーに激ピーがピーして。でも、あの辛いのが大丈夫な人は好きと思う。やっぱ、うちは普通のがいいかな。今行ってみたら。もう、シソになる。シソたこ焼き。うん、おいしいね、合うね。ニンニクくるよね。うんうん、あ、これペロッといけるな。ね、キムチ食べてみてよ。うま。おいしいね。なんかキムチーズやったらタコナコでもいいかも。このカニカマは食べてなかったね。カニカマだ。カニカマだ。うん、子供とかが良さそう。タコ食べれん子とか。カニカマが入ってるってわからんね、あんまり。じゃあ意味ないじゃん。いや、だけど、ね、タコ高かったりするやん。タコの代わりにカニカマでもいいんかもしれない。あーね。多分これ両方入ってるよね。両方入ってる。だけなんかよう分からん。カニカマはカニカマ。まあなくていいかな。まあタコがいいかな。うん。なんか他にもスパイスどうせな使ってみたくなる。レモンもいっちゃいましょう。うん。どう？レモンや。あ、レモン美味しいよ。味変にはもうこれ最高。さっぱり食べたい人いいね。もう本当スパイスファミリーになったね。あちゃまーす。違った？あちゃちゃまーすよ。美味しい。ピリッとする。あ、黒瀬？うん。あ、これソースなしでもいける。もう夕日が落ちよるよ。うん。あー、お腹いっぱいやし。ねえ、舌やけどした。あんな食べ方するけんよ。たこ焼き丸飲みとは思えば。子供かと思う。そんな、あの、たこ焼き屋さんのじゃないけ熱くないかなと思ったよ。あとどんぐらいで夕日落ちると思う？5時間以上かかるよ。5時間って今5時半やけん5時間って10時よ。もうそれ夜中やん。5時間、あと1時間かな。たまにね、飛行機が見えるね。こう降感じだった。こっちはこう飛び立ちよう感じだった。だけんそっちに福岡空港やったと。あ、なるほどね。そうそう、これね、行きがけに買ってきたクレープ見たら食べよって言ったけど忘れとったね。まさかのあのレガネットか。レガネットって全国なのかね。え、わからん。なんか西鉄の近くにあるイメージっていうか、まあ全国の人に西鉄って言っても多分分からんけどね。まあそこのスーパーか。そう、スーパーに売っとって、ミルクワークスって会社らしいよ。パオクレープミルク。こちら北海道生クリーム。私こちら生チョコソース使用、チョコバナナ。あ、コーヒーも入れたよ。あ、コーヒーも。 あ、 ありがとうございます。今日は一人一個あるよ。お疲れ。あ、わー、怖い。なんでだ。いや、やっぱ絵的にさ、こうスノービークを着る。久しぶり、このなんかスノピネ。うっす。いや、中華チョコレート。インスタント、インスタント。うっす。インスタント、インスタント。これ麦茶やん。いや、ガチガチインスタント。お茶やん、これ。食べよう。食べましょう。で、もちもち生クレープって書いてある。あ、ほんと。いただきます。うん。で、もちもち。だいたいあなたいつももちもちって言うやん。いや、これマジ生クレープだ。うちも食べたら。え、味一緒じゃないと。違うって。なんで北海道生クリームよ。私のはただの生クリームなん。これチョコバナナって書いてんやん。うん、濃厚。生クリームはこれすごい。うん、違う、生クリームも。違う、全然違う。これしかもさ、1個120円でさ、なんか手が届く値段やったよね、すごく。え、買って帰りたいね、また。いいね、このゆったり感。この何ていうの、雨からの晴れに変わるって嬉しくない。うん。あ、もう今日おこもりかなってもう思いよってんやん。覚悟しとったよね。来る時のあの大雨よ。うん、びっくりしたもんね。ねえ、そっからさ、全然カッパいらんじゃんってなったしね。何のためにカッパ買ってきたんですね。まあでも使っけんね、今後ね。うん、でもあれ良かった、あのカッパ。生地があのいわゆるカッパみたいなペラペラじゃなかった、ちゃんとしとった。カッパってだってもともとなんか安そうなイメージやもんね。イメージやもんね。うん、あ、そう入ってるよ。知ってるわ。入ってる。いや、なんか捨てそうな感じやって。食べていいよ。いいと。いいよ、食べなさい。
まあずっと使うけん俺3900円とか4900円のまま買ってもいいかなと思ったんやけど、いやそりゃ白いいなと思ったけど、いやだって洋服でも白着るけんさ、キャンプでカッパはここに泥がね跳ねるやん。いやいや洋服もやん。そしたいや洋服洗うやん。いやカッパも水で濡らしゃよくない。いや俺それこそ白の洋服をキャンプで着たくない俺は。言われたね。え、白は汚れますよ。いやそりゃそうやろ。だけんカッパも白でいいかなと。いやカッパはダメ。あ、なんか真っ白じゃなかったやん。ワークマンのはなんかクリームっぽい感じやった。あ、でも許せんかったのがね、上下白やったんよ。なんで上下色変えてくれないのかっていうね、私の中であったよ。上白で下黒とかで良くないと思ったよ。いやいやワークマンさんはちゃんと下は下、上は上で売ってやったけんね。下も白かってなったよ。下は汚れる、汚流汚流。ワークマンさん下白じゃないの出してくれって思った。うん、あ、やばい、叩かれちゃう、ワークマンに。と何様よ。本当に。いやワークマンのあの2900円のカッパすごい良かった。パパも買ったらいい。頭ないけんね。フードがないとちょっときついね。お、太陽がちょっと出てきた。出てきた。夕日がね。うん、やっとママのほら肌が飛んできた、パーンと。何？あなたあれじゃないの？美肌加工ついてんじゃないの？全然反応しないじゃん。今度はソニーに噛みついて、いろんな会社に噛みついていく。やばい、叩かれちゃう。大丈夫、シミ取り行くからお金貯めて。今年の目標。高いんじゃないと、シミ取りって。5万ぐらいやった。でもちゃんとケアせんとまたすぐ出てくるけん、うん、マジで帽子かぶらんとやばいかも。だってママ言うほど日焼け止めちゃんと塗らんやん。いや私思うよ、化粧しとってみんなどうやって日焼け止め塗り直すんやろ。まあ俺も知らんけど、みんな塗り直すんじゃないの、うん、いやそこ知りたい。どうやって塗り直してるんですか皆さん夏って。またママ絶対それ違うって。左手で切るやん。初心者すぎるやん。あなた右利きでしょ。あーいいね、いい音。もうこれ見て、魔法のスティッキみたいな。この巻き割り台って書いてあるのがいいね。親切よね。うん、よっ、いけたよ。もういった。あ、また逆やったね。すぐ左手で叩こうとするね。なんやろね、ナイフの方を利き手にしたいんやろね。あー、料理で。そうそう、多分そんなじゃない。苦しい苦しい、食べ過ぎて。食べ過ぎた。たこ焼きが結構ね、お腹たまったね。30個でちょうどよくなかった。ちょうどよかった。40個やったらちょっと。え、違う、でもあれ40個分の量って。あ、そっか。そう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 、そうかそうか、変わらんのよ。個数じゃなくてね。そうそうそう、分量はね。あ、分量変わらんやった。そう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 。あ、フェザーしよっか。このカール感フェザーじゃない。あー、ほんとやん。もういいじゃん。前編の動画はここまでですが、皆さんにお伝えしたいことがあります。なんと3月で私たちが夫婦キャンプと YouTube を始めて2年経ちました。パチ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 パプパプ。どうですかママ、2年間やってみてキャンプ。キャンプは、うん、なんかテントも増えたし、うん、なんかちょっとこうレベルもアップしてきたんじゃないかなと思います。1年目より。この2年でいろいろ雨とか、うん、風、うん、霧。あ、霧ね。うん、あ、そうね。風は体験するとは思わなかった。風は結構あるかな。みんなキャンプしよう人はね、うん、やっぱ一番風がほら怖いって言ったりとか、うんうん、まだまだ初心者じゃないですか。そうですね。焚き火の火付けが未だにちょっと、うん、時間かかりますね。で、YouTube の方はどうですか2年間やってみて。YouTube はでも1年目より編集とかは結構慣れたのかなとは思うよね。でもやっぱまだまだ慣れんことが多いのは多いかも。大変ですね、日々勉強。そうね、うん、やっぱ実際こうキャンプしながら撮影するのってめっちゃ大変やもんね、うんうん、やっぱママもね仕事しながら一応まだ子育てもしながら編集してとかやけん、うん、結構ねママには負担が大きいかもしれんけどね、うん、でもね4月からちょっとね仕事の方が忙しくなる可能性があるんで、ちょっと投稿本数減って不定期に上がるかもしれないです。でもこうやって動画投稿を続けてこれたのも皆さんの温かいコメントや応援があったおかげで続けてこれたと思います。うん、こんなにこう2年間やって、うんうん、こんなに多くの人に登録してもらうっていうのは想像しとった？いや、してない。最初始めた頃に、うん、まあ、1年で200人とか行けばいいのかなとか話しちゃったもんね。しちゃった。
1年で30人やったらやめるみたいな続けれんよ、続けれるかなみたいなね。まず1000人が夢のようやったもんね。1000人いくのかなみたいな。それが今やもう約8000人ですよ。5000人行った時もね、行ったみたいなね。応援してくださる皆さんのおかげで本当動画投稿の活力になるというかきつい時もなんか、あ、見てくれる人がいるから頑張ろうとかね、なるもんね。今後もファンライフ楽しい人生になるように夫婦仲良くキャンプや動画投稿を続けていけたらと思いますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。今回の動画はここまでです。いいね、コメント、チャンネル登録よければよろしくお願いします。それでは次の動画で会いましょう。バイバーイ